TOS テレビ大分と J コム大分ケーブルテレコムが災害から命を守るためタッグを組んでお伝えします。備える、生き残る、防災。ここからは防災企画、スタジオには担当の石田さんです。はい、お願いします。お願いします。今月は地震をテーマにお送りしています。今日はもし震度7が大分で発生したら私たちはどのような行動を取ればよいのかお伝えします。大雨や台風に比べいつ起こるか予想しにくい地震、その揺れの強さを表す震度は0から7、強弱を含め10段階で表現されます。気象庁によるとこれまでに国内で最大震度7を観測したのは6回、中でも初めて震度7と観測された阪神・淡路大震災や地震後の津波で被害が拡大した東日本大震災、そしてまだ記憶に新しく大分県内にも被害が及んだ2016年の熊本大分地震、大分県内ではこの時観測された震度6弱が観測史上最大となりました。また懸念されるのが今後30年で 70% から 80% の確率で発生すると言われている南海トラフ地震や震度7の発生が想定される中央構造線断層帯による地震、このような地震が来た際私たちはどのような行動を取ればよいのでしょうか。今回は地震発生時の対策などについて大分市消防局予防課の方に話を聞きました。消防士の方って普段はこう火事の消火活動を行ったりっていうイメージがあるんですけれども、地震の時はどういった活動をされてるんですか？はい、まずは被害状況の早期把握に努めて消火活動や人命救助活動などを行っております。近隣で大きな災害が発生した際は応援にも駆けつけます。近年ですと東日本大震災や熊本地震の応援にも出動しています。日頃は地震体験者を活用して市民の皆様に実際の揺れを体感していただいて、いざという時に安全に行動ができるように訓練指導をしています。こちらは先ほどお話にも上がった震度2から震度7までの揺れを再現できる地震体験者です。今回は特別に震度4から7までを体験させてもらいました。震度4です。揺れてるのが分かる。眠っている人のほとんどが目を覚まし、置物は倒れてくることがあります。今震度4を体験したんですけれども、これぐらいの揺れだったら、揺れてるのは気づくんですけれども、そこまで体がこう揺れてる、怖いなっていうのはあまり感じませんでした。おお、これはちょっと強くなってきました。捕まってないと怖いです。だんだん少しとかないと揺れを耐えるの難しくなってきますね。下からこう跳ね上げるような揺れになってますよね。飛ばされちゃいそうだ。あ、もう石田さんも不安って。うわー、ちょっと怖い。実際もう落ち着いて行動できませんよね。立ってられない揺れってのはこういうことですよね。何やれ。あ、怖いな。震度4の時はまだ自分も経験したことがあったので、あ、これぐらいの揺れかなと感じてたんですけれども、もう5、6とだんだんこう自分でもう身を固定するしかできなかったので、震度7の時はもう横からも前から後ろから体が揺れて本当に身動きが取れなかったです。初めて経験しましたけれども、これが急に来るなと思ったら怖いですね。宇野さん、今体験させてもらったような大きな地震が来た時、私たちどういった行動を取ればいいんでしょうか？はい、まずは自分の身を守りましょう。テーブルの下など物が落ちてこない場所で揺れが収まるまで待ちましょう。
で揺れが収まった後にストーブやガスコンロの火を消しましょう。また屋外にいる際はブロック塀や看板など崩れたり落ちたりするものがない場所で待ちましょう。過去にですね、阪神淡路大震災の時などにも聞いたんですけれども、火災で多くの被害が出たっていうことだったんですよね。そういったその火災を防ぐための行動っていうのはどんなことに気をつければいいでしょうか。火災を防ぐためには、避難する前に家のブレーカーを落としましょう。ブレーカー、はい。ブレーカーを落とすことで通電火災を防ぐことができます。通電火災とは、地震による停電後電気が復旧した際に家具の下敷きになった配線コードに電気が流れて発熱し、はい、発生する火災です。この火災の恐ろしいところは、避難していて誰もいない家から発生するため、発見が遅れたり初期消火ができないことで大きな火災になりやすいということでした。家から避難する際はブレーカーを落として避難しましょう。山田さん、今からできる対策について教えてください。はい、それでは今からできる対策を、3つお伝えします。まず1つ目は、ご自宅の家具が倒れないように固定されているか、また万が一倒れた時に出入り口等を塞いでいないかを、配置場所を確認してください。それから2つ目、地震はいつ発生するか分かりませんので、水や食料品などを日頃から備蓄しておきましょう。最低でも3日分、できれば7日分の備蓄が必要です。それから3点目、避難する際は通電火災を防ぐためにブレーカーを落としましょう。地震の揺れを感知して自動で電気を遮断する感震ブレーカーの設置も効果的です。災害はいつ起こるか分かりません。日頃から災害に対する備えをしておきましょう。震度7の揺れが急に襲った時に落ち着いて行動できる地震、亀井さんありますか？いやー、分からないけど、そのためにやっぱり準備しとくと ね、例えばブレーカーにしても、はい、どこにあるのか分からなきゃダメですよね。そうですね、そんなこと含めて動けるように準備をするということが大切ですね。改めて実際の揺れを体験することで、本当に揺れた時に落ち着いて行動するためには、事前に備えておくのが大事なんだなと今回の VTR 見て思いました。そうですね、私も体験して本当に震度7など、もう5強から結構体が揺れてたんですけれども、もうその時は本当に身を守ることしかできないので、今からできることとして、家具を固定したりですとか、感震ブレーカーを取り付けるということができます。ぜひ万が一の際、自分の身を守れるように日頃から防災意識を高めていきましょう。今回の防災企画、石田さんに伝えてもらいました。